愛知県議選では告示翌日から無投票の選挙区を除く31の選挙区で期日前投票が行われていますが、今月4日までに投票を済ませた人はおよそ16万3000人で、投票率は 4%。 前回4年前よりも 0.41 ポイント下がっています。町の人に選挙があることを知っているか聞いてみると、電車か駅かちょっと忘れたんですけど、なんか街中で見てあるんだなって思って。いつ行われるか知ってますか？分かってないです。選挙があること自体は知ってます。あ、知ってます。自宅になんか紙が届いた？今日ちょうど行こうと思ってました。仕事もあるし、なんかついでに行くみたいな感じが多いかなと思います。私たちの未来のために、大切な一票に願いを込めて。名古屋市の選挙管理委員会は、啓発活動にアイドルグループデラのメンバーを起用するなど、若者の投票率アップを図っています。そんな中、三重県伊勢市横和町には、全国的にも珍しい投票所が。ここはですね、受付があって、はい、で、まあ、投票はここら辺になると思うんですけども。あ、はい、案内してくれたのは、綺麗な和室。実は私の持ち家です。築15年のこの家が県議選の投票所になるといいます。ここに投票所という大きな看板が立てられると思います。一般の住宅が投票所になったのには、この季節ならではの理由が。ずっと咲いている期間が横和桜祭りになります。選挙ちょうど真っ最中になりますね。ソメイヨシノの倍以上の大きさの花をつける横和桜。毎年春に行われる桜祭りの開催中は、普段投票所として使う公民館が使えなくなるため、中西さんが持つ空き家に白羽の矢が立ちました。これまでにも2度投票所として家を貸しているといいます。ちょっと不思議な感じはしますけどね。いつも公民館でやっていただいてるんですけども、うん、なんか違った雰囲気でまたいいかなっていう感じもしております。